どんな話か、うん、ライオンはね、またたび食べると普通に酔っ払いますよ、うん、あ、もう動画見るまでもない、うん、だって猫だもんライオンはね、このまたたびものすごい大好きなライオンの場合はね、うん、もう酔っ払って腰が抜けちゃうぐらいにヨレヨレになるまでね、生たたびね、くんくんベロベロくちゃくちゃしますね、そうなると腰抜けてね、立てなくなっちゃうぐらいになっちゃうライオンもいますそのぐらい大好きです、百獣の王がどうなるんですか、うん、それでは早速何の変哲もないこちらの、うんこれにかけていきます。はい、いきます、はい、ライリー、あ、これは違うんですね、ライリーちゃん、舐めてるんですか、うん、これはね、マタタビの効果ですね、マタタビの効果で、はい、多分これはね、マタタビね、初体験なんですね、はぁ、ね、そうだったけどね、ちなみにね、このライリーっていうのも、うん、うちにいたんですね、うん、ライリーとアンジーに、もう何着俺は服をビリビリにされたかもうこいつらの檻に入って掃除するんですよ、うん、そのたんびに洋服がビリビリのズタボロ、なるほど、掃除するたんびに洋服買わなきゃいけなかったんですね、はあ、うん、その時にまたたびは入れてなかった、またたびは入れてない、あ、入れてない、モップが大好きで、はい、こう掃除しているモップとデッキブラシに噛みついて、はい、デッキブラシをバキバキに折るんですよこいつら、ものすごい、でも可愛いんですよ、偉いんですよデッキブラシをバキバキにして、もう人間にはね、うん、バキバキにしない、人間のことは、へぇ、うん、ただ、洋服はビリビリもうジャンパーは着てはちゃダメ、なるほど、もう1秒後にはもう中から綿出てるそれはどういう状態ですか、向こう的には食べちゃおうとか、いやいや違う、遊んでるだけですよ、じゃれてる、遊んでるだけ、遊ぼうって言ってね、嬉しいな、遊ぼうって言ってる、だって最後こいつらを輸送箱に移した時ね、うんうん、ノースサファリに帰る時ね、うんうん、ほら檻が新しいのできたから、うんうん、帰りますよっていう時にね、うん、だってこいつらはだってね、箱入りたくないって言ったから手で無理やり押し込んで、入れんって言って押し込んで、それでもだって噛んでこないよ、それでも攻撃してこない、そんなことしかない、心温まる話があったんです、うん、ほら、うん、それトドの声、トドの声、うん、トドにはトドの事情がありますから、そうですか、もう撮影なんて関係ない、うん、いや、あれはあれですね、この多分ね、呼んでんですね、あ、うん、呼んでる、ご飯くんないのって呼んでんですね、なるほど、うん、いただきます、動画をね、どうぞ、餌やるときにそうじゃなくて、こうグーでも手でもいいからタッチしてから、そう、そこでやる、ああ、はい、すごいですね、この子は今ね、サバだけど、もうこれ決して小さいサバじゃないですよ、うん、みんながね、食事食べてるサバぐらいのでかさのようにある、うん、それでもう丸飲みですから、これ、うん、ところがね、こいつのお父さんはね、うん、冬の一番太ってる時では 1.2 トン、夏場の痩せてる時でも800キロあるんですね、それはね、そいつになると今度は荒巻き鮭とかあるでしょ、でかい鮭、あれ丸ごと1匹食べちゃいます、鮭1匹丸飲み、うん、だすごいね、そのでかい丸飲みだもん、本当はタッチしたときに、よしとかなんとかって声かけて、よし、はい、よし、でかい声で分かりやすい声だね、はい、よし、もう遅い、はい、
このタイミングの書き方一つで覚え物を覚える速度で全然変わる。はい、よし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 、そう、そんな感じ。はい、よし、よし、うん、ちょいね。さあ、サバを何匹食べるでしょう。ちょっとしたクイズだね、これは。よし、次ラストです。よし、いや、ちょっとやばいです。はい、こうやって教えてあげるのね。はい、うん、よしって大事なんですか。タイミング大事なんですか。大事、大事。ターゲットですね。ターゲットトレーニングってですね、うん、ターゲットを教えてあげてる。要するに、ね、標的表示、標的を教えてあげてるんです。うん、この今拳が標的になっている。うん、それをゆくゆくは、何かね、棒の先についてるボールであったり、あるいは、指先、ね、指の先端にしたりとか、そういう標的っていうのはね、ジャッジャー変えていけるんです。それでこれをやることによって標的を追いかけるようになるんですね。それを教えることによっていろんなことが教えられるんです。トドに教えてましたけど、それはトドだけじゃなくてライオンであっても。象であっても犬であっても動物トレーニングするときには重要な一つのアイテムです。それがターゲット。そのターゲットが手になるか、あるいは物になるかというのは、それはその後何を教えるかによって変えていかなきゃいけない。これね、だからサーカスのライオンやトラたちもターゲッティングによって調教されてます。あれ実は、うん、結構丸飲みなんですね。丸飲み、丸飲み、うん、オスの個体であればライオンとそんなに側頭筋と後筋のつくですね、容積はそんなに変わらないですから、うん、だから噛む力は相当なものありますよ。なるほど。はい、すごいですね。これもう150キロあるな。これサバってどのくらい食べるんですか。サバってどのくらい食べるんですか。わかんない、今何匹食った。8キロで生きたか。8キロ、はいはい、数は数えてない。8キロ、数いった方が面白いですよ。